こんにちは、グローブライドテニス企画課の鍵本です。よろしくお願いいたします。グローブライドの望月です。よろしくお願いします。新しいレディースのバッグのシリーズになります。はい、いろいろと今回開発するにあたって、まあ、いろいろと女性の意見も伺ってきました。はい、女性バッグは結構ちっちゃめのが多かったりするんですけど、まず着替え多いし、靴も入れたいし、とにかくいっぱい物が入る、リュックとか肩掛けのも背負ってるととにかく肩が凝る、軽いのがいい、分かった分かった、ごめんね、ま、もういいっていうぐらい、多分女性はいろんなね思いがあると思います。ニーズが、はい、いろんな今の思いを全て今回のバッグに詰め込んだというのが今回の WM のシリーズと、今回シリーズとしてご用意しているのがこちらバックパック、トートバッグ、そしてこちらの、ショルダーバッグという形の、3アイテムになります。はい、非常に軽量に作りました。長時間守っていただいたりしても、まあ、非常に疲れにくいよというところもかなり、こだわって作ったというところになります。はい、バックパックになります。先ほど、話があったように大容量というところになりますので、開口口ですね、すごく広く作っておりますので、まあ、簡単に物の出し入れがしやすいよというところももちろんです。で、中ですね、プリンスのロゴの入ったシルバーの内側の生地使っておりますので、まあ、すごく視認性、まあ、どこに何があるかっていうのもすごく分かりやすいよというふうに、お作りをしております。はい、内側ですね、こちらにファスナー付きの、ポケットございますので、貴重品とか入れていただくのいいと思います。はい、さらにこちら側にもポケット付いておりますので、まあ、こういったところに小さいグリップテープとか、まあ、本当化粧品の、まあ、簡単なものとか入れていただいてもいいのかなというふうに思っております。はい、でフロントのところですね、こちらの方もポケットつけております。このあたりにもいろいろと荷物、タオルであったり、入れていただいたりいいかなと思います。いいですね、ポケットいっぱい、ね、ポケットいっぱいなのは嬉しいな、大事です。はい、しっかりラケットが収納できる機能を入れております。はい、特にプリンス、このエンブレムの120、大きいラケットですね、2本入るように簡単に、大きいですよ、ね、そう、大きいんですよ、厚みもあるのに、はい、収納はしっかりできるようになっております。移動の時ですね、特に自転車なんか使われる方なんかですと、うん、ね、結構これが開いちゃうと危ないみたいなところもありますので、これ全然開いてこないというようなロックファスナーを使っているというところもケアしているような、タイプのものになります。はい、今回こちらのバッグにはこういったシューズケースつけておりますので、中のですね、着替えと、まあ、汚れなくてね、非常にいいと思いますので、こちら使っていただければと思います。はい、背中にちょうど収まるぐらいの形にしておりますので、まあ、デザイン的にも使いやすいと思います。どうですか？めちゃくちゃ可愛いです。ありがとうございます。背中と肩のところにしっかりパッドの方も入れておりますので、体に対する負担も、軽減しているようなモデルというところになります。はい、じゃあ続きまして、こちらトートバッグの、シリーズについてご紹介させていただきたいと思います。こちらもですね、まあ、先ほどデザインはこういったロゴテープを使った、キャッチーなものにしております。で、まずフロントの部分に関して、こちらの方もしっかりと大きいポケットを、大きなポケット入れておりますので、いろいろと収納していただけるようになっております。はい、メインのところなんですけども、こちらの方も大容量です。1日テニスを楽しんでいただく分量しっかりと入っているというところになります。はい、内側にチャック付きのポケットついております。こちらラケット専用の場所、作っておりますの でストラップの方がついております。スロートの部分通していただきまして、こちらの方ですね、止めていただきますとラケット動かないような設定ということで、こちらもラケット2本、収納することできますので、しっかりと大きくですね、たくさん入れていただくことが可能というところになります。で、こちらですね、ポイントとしては形状変化ができると、少し大きく使いたい方はこのまま使っていただくといいと思います。少し丸みを作るようなシルエットにも変更することができます。はい、こういった形で横の、ボタン止めていただけると少し形状変化もできますので、まあ、形を変えて楽しんでいただくこともできるかなというところです。はい、これでも男性持っても全然いけそうですね。そうですね、いい感じ、全然いい感じです。そう、男性意外と使えます。ナイス。これぐらいの容量ね、結構男性の方でも十分これでも、はい、いいかなと思います。はい、で、こちらもシューズ収納したいという方向けに、こちらのシューズポマルチポーチですね、プレゼントしておりますので、無料でついておりますので、シューズ、収納したい方はこちらの方をうまく使っていただければというふうに思います。はい、最後にご紹介するのがショルダーバッグになります。はい、トートバッグ同様、こちらも、形状変化できるようにしてあります。サイドの、ボタンでですね、形を変えることができるよというところになります。で、こちらも開口口、とにかくすごく広いんですよ。広い。
結構ね細かいもの入れられる方多いと思うので、そういったのでもすごく見やすいようにしているというところです。内側にも先ほど同様ファスナー付きのポケット、うん、さらに、上のポケットというのもつけておりますので、収納すごくしやすくしております。で結構ね皆さんやっぱり荷物持つから、うん、ね、肩掛けしたいっていう、ね、ニーズ、うん、結構多いんですよね。ですので今回こちらの方はショルダー付きになっております、うん、もちろんこれ取り外しできますので、このままで持っていただくのでもいいかなというふうに思います、うん、これぐらいの大きさいいですね、うん、これなんかもね本当にテニスコートだけじゃなくて、うん、普段ちょっと買い物行くときとかなんかにも全然使ってもらえるかなと思いますので、うんうん、いい感じだというところになります。今回望月さんの一押しはカーキです。あの秋冬のあのプリンスの人気のウェアで今回カーキも出してますので、うん、アパレルとねうまくコーディネートしていただいて、あのバッグの方も少し楽しんでいただければなというふうに思います。はい、はい、ということで今回 WM のシリーズぜひ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。